香港ドルのちなみに本質はですね、USDT と同じなんですよ。真のステーブルコインなんですね。で、もし今後、本土と同じように外貨を制限してしまうと、一つの選択肢としては仮想通貨使ってもいいんじゃないかなっていう期待があります。米国と中国の緊張関係がすごい高まってまして、で一部では、香港ドルの米ドルペグ制はい。をアメリカ側がやめるんじゃないかっていうような声も聞かれるんですけど、はい。まさかそこまではまだやんないだろうっていう、声の方が強いとは思うんですが、これについてワンさんはどのように見てますか？私は、おっしゃる通り、アメリカいきなりそこにはいかないかなと思います。あのニュースも私が見たんですけれども、あくまでも噂で、でしかもその後ね、ホワイトハウスの人が否定してるし、いきなりそこまでですね、さすがにいかないなと思います。なぜならば、やっぱり香港は今でもですね、中国の窓口、特に金融関係のその出入り口ですね、つまりアメリカもそこを通じて、中国とのやり取りのその金額は大きいですから、いきなりそこをですね、ぶっ壊してしまうと、アメリカにとってもあんまりプラスにはならないし、いきなりはそこにはいかないかなと思います。今あれですよね。英国の方で香港自治法っていう。そそうれです。が大事ですね。こっちですよね。2つの部分あると思いますけれども、1つはまず中国共産党幹部への制裁ですね、つまり人ですね、人への制裁であり、要するに指名されたそういう人たちとの取引は禁止ですよみたいなこと、そういうリストがあるみたいんですけれども、もう一つは企業ですね、中国大手銀行に制裁を実施するということなんですけれども、この2つに分けてると思います。人と企業なんですが、人はもちろん今トランプさんがバンバンやってますね。中国共産党員であれば、もう米国ビザの発行は一切しないとかまで噂が来てますから、ちなみに中国共産党党員は9700万人いますから、1億人、約1億人いますから、その親戚をくわ、あの含めるとですね、中国の人口の半分以上になってしまうから、それはさすがにないなという思いながら、でも本気度を少しでも占めてるなという感じがします。それは別として、今回は香港はやっぱ企業ですね、中国銀行のその、大手銀行へのその制裁が大きいですから、これはかなり私個人的には影響があると思います。香港と大陸の中国のやり取りは厳しくなります。香港の銀行と中国大陸の銀行の、その特に米ドル建ての取引の、その取引自体は厳しくなるのが、この香港自治法の内容ですね。もう香港経由はかなり量が多いですから、このルートをですね、制裁するってことは、かなりやっぱり中国本土まで影響があるんじゃないかなっていうのが、一部その市場の声が結構ありますね。香港ドルのちなみに本質はですね、USDT と同じなんですよ。つまり香港ドルは真の、ステーブルコインなんですね。それは何かって言いますと、香港ドルはそもそも管理当局っていうのは香港金融管理局なんですよ。当局があって、で、そこの規定ではですね、香港ドルを米ドルと固定レートで交換するっていうのが約束されてます。で、その香港ドルがですね、もちろん2005年から一部今変動が認められてるんですけれども、基本的には固定レートでやってますね。つまりですね、固定レートというのが、香港ドル発行するには、裏では、米ドルの、準備が、外貨準備が必要なんですよ。このぐらいが準備があるから、このぐらい発行するみたいな、それまさに USDT ですね。いきなりね、この香港ドルのペックをぶっ壊すのは実施しないんですけれども、金融機関に対しての制裁がですね、強くなると、結局的には、このペック問題には影響が出てくるんじゃないかなっていうのが市場の声がありますね。例えば、その裏で保証されるその資産がどんどん減ってしまうと、それもリスクじゃないですか。USDT の裏側の資産がどんどん減ってしまうと、制裁の対象になると、USDT 自体が危ないということになりますよね。
実はこの仮想通貨業界の USDT の例で言うと非常に分かりやすいんですね。裏の資産本当にあるかどうか、でその裏の資産がもし減った場合はじゃあ USDT 自体の価値はどうなるかみたいな話になりますね、香港ドルは。ちなみになんですけど、私の友達が一連のこの香港問題あってからまさにですね、自分の香港での口座を解約したんです。そこまで その資産家でもないんですけれども、まあでもそこそこお金持ちの友達なんですけれども、やっぱりみんな危機感を持って口座を解約して、そのお金をですね海外に移ったりとか、そういうのがやってましたね。香港の金持ちはやっぱりね、相当金持ちじゃないですか。アジアでも有数なその金持ちが集まってるエリアですから、やっぱりそういうクラスの人たちはトップ層は別にそこまで心配してなくて、もう別にそこまで心配してなくてよりは、そもそももっと早い段階から自分の資産を分散してますね、世界中に。一般の市民よりはちょっとお金持ちでありますけれども、超金持ちにもならないっていう、この層のお金の動きは結構激しい と思います。そういう人たちが、まあ、口座を外国に新たに作るとか、はい、まあ、ビットコインとかどうなんですかね。ビットコインのこれは今日話したい内容なんですけれども、実はですねこれいきなりビットコインに来ないんです。つまり、まあ、ビットコインまだそのニッチな分野ですね。こういう世界危機があるから金融その、ね、地域 の, その, 安全とかいろいろ問題出てきて、じゃあいきなりみんなビットコインに来るが、そうには簡単に来ないんですけれども、で一つがちょっと私が最近がですね、いろんな人から聞いた噂なんですけれども、中国本土では外貨の制限あるじゃないですか。一人当たりは年間5万ドルまで外貨を持ち出したらいけないんですね。約、まあ、日本円で500万ちょっとなんですけれども、つまりこれをですね香港でも今後導入するんじゃないかなっていう話があります。噂ですね、噂です。つまり香港は本来ならお金のやり取りは特にこのお金 の移動はですね自由なんですけれども、でもし今後本土と同じように外貨を制限してしまうと、ここからじゃあどうするかっていう話になってきて、一つの選択肢としては仮想通貨使ってもいいんじゃないかなっていう、多分最初裏でね使われるじゃないかなというその期待があります。もちろんいきなりビットコインよりは多分 USDT とかそういうステーブルコインの方に行きますね。やっぱりビットコインの皆さんね、業界の人じゃないとなかなかね、この価格の激しさから見るとちょっとどうかなっていう皆さんはやっぱり躊躇してしまいますけれども、ステーブルコインだったらね、ちょっと安心して使えますから、もし外貨の制限を本当に今後導入してしまった場合は、一部中国大陸と同じようにUSDT の OTC マーケットが結構盛んでいくんじゃないかなと私は個人的には思います。今後の仮想通貨市場を占う上で、そういう香港でも外貨制限が導入されるのかっていうのはすごい注目ですね。そうですね、その可能性はこの過去の3年間の香港の、ね、情勢を見て可能性はねゼロじゃないし、むしろその可能性がどんどん大きくなってきてるんじゃないかなと私は思いますし、皆さんもおそらくそういうふうに感じていらっしゃるんじゃないかなと思います。まずは USDT で持つっていうことですが、まあね、この間もお話ししましたけど、まあ、ビットコインにはまあ一歩近づくっていうことですもんね。それはそうですね、 USDT を手に入れたらですね、人は自然的にはビットコイン注目しますね。だから第一歩は大事ですね。まずステーブルコインから入ってもらって、でそこからなんかビットコインもあるんじゃ、ビットコインのこともっと勉強しましょうみたいな感じになって、で勉強した後に少しでも納得したら 0.1 ビットでもいいから最初手に入れるとか、そういう流れが多分自然的かなと思います。本来ならね、今の人類の社会がここまでの対立してなくてですね、もう世界が ものすごい平和で繁栄で、どこの国も豊かで、人々が自由で、みんなでそこそこ豊かな生活を送ってるんであれば、仮想通貨とかそんなね自由なお金がいらないんですよ。そもそも世界は自由だから。
世界が不幸になるときは、こういう仮想通貨みたいなこう自由なその属性がですね、どんどん多分拡大されてですね、その特徴がですね、皆さんに理解されて、そして発揮していくのが、この仮想通貨業界の人間から見ると、仮想通貨の面白いところですね。現状に満足してたらね、新しいものをやってみようと思わないですもんね。そうですね、まあ、でも残念ながらその世界が不幸になればなるほど仮想通貨の価値が高まるということなんですけれども、そこはちょっと悲しいことなんですけども、それは現実っていうのが間違いないですね。 Cointelegraph Like, Subscribe and HODL